デルタ号特集シリーズ、ミッション、ニューエンジン2の世界よ、復活までの7日間、前編、不動デルタ号復活編丸2。2020年12月7日、月曜日、デルタ号故障。2020年12月20日、日曜日、修理失敗。大輔は、焦って、すぐさま、バイク屋へ修理依頼のメールを送る。すると、すぐさま返信が届いた。現在整備枠はいっぱいで、年末年始の休みがあるので、来年10日以降に来てくれとのこと。20日も待てないぞ。どうしても、来年1日から、デルタ号に乗りたいのに。しかし、困ったな。近場にはもうバイク屋がないんだよな。そうだ、よくよく考えたら、エンジン本体なんか、バイク屋に修理してもらったら、下手したら5万円コースだよな。今、金欠で金なかったんだったわ。そうだ、ひらめいた。自分でエンジン修理は無理でも、エンジンの世界なら、できそうな気がするぞな。よし、ヤフオクで実動エンジンゲットして、乗せ替えてやるぞい。現在、2020年12月25日、金曜日。なんとしても、年内に、デルタ号を復活させたいぞな。今年は、今日を含めてあと7日間。ズバリ、7日後に復活するデルタ号の、始まり。しかし、この7日間、最終日の31日以外は、バリバリお仕事があるんですよね。少ない時間を有効活用して、作業しなくてはなりません。それでは、行ってみよう。仕事から帰ると、立派な木の枠組みで梱包されているニューエンジンが届いていました。あまりにも立派な枠組みで、1時間以上格闘しましたが、手持ちのペンチじゃ全く歯が立ちませんでした。仕方がないので、急遽ホームセンターに、釘抜きをゲットしてきました。ついでに、100均で、トンカチなんかもゲットしてきました。準備万端ですので、早速、エンジン取り出し作業に入りますよ。釘を10本近く抜いて、2箇所ほど、木の枠を取り外しました。実は、ここまでにかなりの時間がかかっております。やった、やりました。やっとエンジン取り出せました。しかし、問題は、この空の木の枠組みを、どうするかなんだよな。ここから、さらに解体するのも大変だしな。よし、取り外した木を元通りに組み直して、エンジン作業台に使ってみようかな。
元通り組み直したよ。しかし、どんだけ立派な枠組みなんだよ。わら。上に、ニューエンジンを置いてみると、なかなか良さげな作業台の出来上がりだな。しかし、綺麗なエンジンだな。ちと高かっただけのことはあるな。わら。予想外の木の枠組みに大苦戦して、結局、この日は、ニューエンジン取り出し作業だけで終わりました。仕事から帰るのが、ちと遅くなったぜ。速攻、準備していた銀シートを引いて、カウル外し作業の開始だよ。この時期は、あと30分で日が暮れる。時間との勝負だぜ。完全に日が暮れたので、本日の作業はここまでだな。明日からは仕事が終わるのが午後8時になるから、帰ってからの作業は無理なんだよな。こうなったら、今から速攻眠って、朝一で起きて作業するしかないな。朝一で、起きてやったぜ。会社へ行くまで、まだ1時間半、時間がある。今日は、できる限り、エンジン下ろす手前くらいまで、作業を進めたいぜ。まずは、マフラー外しいいの。フューエルホース、バキュームホース外しいいの。ガソリンタンク外しいいの。あちこちカプラー外しいいの。少しキャブレター外装をきれいにして、リアブレーキライン外しいいの。走行しているうちに、1時間半経ってしまいました。仕事に行かねばならないので、本日の作業はここまで。おし、今日も早起きしたぜ。出勤前にエンジン下ろし作業だぜ。マジか、雨がそらついてるよ。でも時間がない。傘と銀シートをかぶせながら作業開始だぜ。まず、キャブからスロットルワイヤーを抜いて、この長いボルトを抜いたらエンジン下ろせるはずなのだが、よっしゃー。車体からエンジン下ろせたぜ。まだ出勤まで時間があるので、エンジンを部屋に運んで作業続行だぜ。ニューエンジンと旧エンジンのご対面だぜ。こうして並べて見てみると、キャブレターとか、エアクリボックスとか、センタースタンドとか、
後輪とか、いろいろ移植しなくちゃいけないパーツがありますね。まずは、後輪を取り外して、次にセンタースタンド。センタースタンドの割りピンを取り外して、ベンチでまっすぐに修正。これで再利用可能なはず。割りピン2時間を取られて、出社時間が来てしまいました。朝の作業はここまでですね。くっ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 。今までは屋外作業で朝しか作業できなかったが、室内作業なら、夜、会社から帰ってから作業ができるんだぜ。まずは、センタースタンド移植の続きから開始だぜ。作業中に少し気になるところを発見しました。同じ形式のエンジンなのに、一箇所、配線の取り回しが違う箇所があるんだよ。これは一体どうしたことか。なんか、ニューエンジンの配線は不自然な場所から出てるんだよな。一回カバー取ってみるか。なんだこりゃー。カバー取ったら、中で配線がエンジンシリンダーに当たってるやんけ。これじゃあエンジンかけたら配線溶けちゃいますよ。エンジン清掃の時に業者が組み間違えたんかな。まあいいや、トラブルになる前に気づいてよかったわ。早速、旧エンジンと同じように配線を直しておきますよ。とりあえず、後輪泥除けを移植。キャブレターを、オイルポンプごと取り外して、ニューエンジンに移植するよ。無事、キャブレター&オイルポンプ移植完了ですよ。やったね。やればできるじゃんか。わら。しかし、しまった。夢中で作業してたら、日付が変わってしまっていました。こりゃあ、朝の作業はやめとかないと、仕事に支障が出そうだわ。明日は、仕事が終わってからの作業だな。まあ、だいぶ長くなったので、今回の動画は、この辺で。次回に続くよ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。まとまった休みに作業すれば、もっと効率いいんじゃね？と思った、そこのあなたは、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。それでは皆さんまたね。バイなら。